ですね。これから暑くなるんで、子供いてると冷房とかずっとつけてるんで。400〜500円高くなるとかっていう話ね、月あたり。今月から電気代が一層上がります。困りますね、それは。はい。給料は上がらないのにね。電気代本当に高いですね。大阪から逃げます。今月から電気代が上がります。はい。一般的な家庭で見て、先月使用分は442円アップ。今月使用分はさらに468円アップします。これどうしてかと言いますと、はい、去年1月に始まりました政府の補助金事業が4月使用分までは満額適用されていましたが、はい、先月使用分は半分、うん、そして今月使用分は補助金なしとなったからなんです。はい、6月使用分を去年と比較すると2428円アップ、上昇率は 46% にもなるんです。これね、これから暑くなるというようにこの数字は厳しいですね。そうですよね。電気代を少しでも節約しながら快適に過ごすにはどうしたらいいのか、本当に知って得する豆知識を聞いてきました。ということで、大手空調メーカーダイキンに一番節電できる設定を教えてもらいました。節電ということにちなんでですね、弱風量であったり微風量で運転される方がいらっしゃるんですけれども、実は自動設定が一番おすすめ。微風量で運転してしまうとですね、部屋を冷やすまでにですね、時間がかかってしまいますので、その結果余分な電気を使ってしまうことに。フィルターの掃除も侮れません。1年間掃除しないと消費電力が 25% も無駄になるそう。掃除の目安は面倒でも2週間に1回がおすすめ。風向きの設定一つでも節電できるといいます。天井付近に暖かい空気が、残ってしまうんですけど、我々がこう生活している床の温度が、冷え切ってちょうどいい温度になっていたとしても、天井面がその温度が高くなってしまうというと、その温度を吸い込んでもっともっと冷やそうと。なので風向をこう水平にしていただくと均一に冷やすことができるということで、サーキュレーターとか扇風機とかですね、あとは空気清浄機とか、そういったところをですね、部屋に置いていただくことで、より効果的に冷やすことができるかなと。例年より暑くなると予想される近畿地方、賢く使って財布と健康を守りましょう。